ちゃっ、こんにちは、ゆたかさん。はい。なんとこんな記事が出ました。また俺の方が記事になるからって記事バックアップすんなよ。もう記事からの記事からの記事、もう記事からの記事から。いや、そうですよね。中日の、あ、ちょっと待って、その前に、はい、いろんな写真を使うのはいいけど俺にそぐわないやつは使ってほしくないな。まあ、どれとは言わないけど、はい、なんか変なの使われるようになってきたの、だんだんちょっともうみんな探し出したね、写真ね。いや、そう、引っ張り出して、まあ、ありがたいことだけどね。まあ、そうですよね、うん、記事になるということは。もうかっこいいと思うのを使ってほしいどうせのせるならああ、まあ、そりゃそうだよ。記者さん、ぜひよろしくお願いします。はい、さあ、今日は、はい、なんと中日の立浪監督、はい、キャッチャーが欲しいと明言ということで、まあ、欲しいだろうな。デイリー新潮がこれを明かしました。はい、ということで、トレード、これ第3弾あるんじゃないかということで、まあ、うん、まあ、なくはないよな。はい、木下の次にポッと名前が浮かんでくるのが石橋、はい、それ以外、うん、まあ、大野とか経験者とかいるけども、はい、ちょっといないよね。そうなんです。で、その石橋選手が、まあ、あの手術をしたので来季開幕間に合わないと、はい、もう大変なことじゃない。はい、でプラス、まあ、そもそも捕手6人しかいないんですけれども、はい、そのうち2人が高卒2年目以下の若手なので、もう1人1軍レベルのキャッチャーが即欲しいと。まあ、あの経験がいるポジションだけにな。はい、だから、まあ、ある程度座りのいいキャッチャーというか、はい、まあ、こう座って若いとそわそわしたりだとか、ピンチの時動揺したりだとか、まあ、そういうのは避けたいよね。ですよね。まあ、だから立浪監督の言ってることはすごくわかるよ。うん、で木下だけではやっぱりね、怪我の多いポジションということを考えると、はい、やっぱちょっと不安になるよね。そうですよね。だからこのトレードっていうのは、うん、トレードなのか金銭なのかわからないけども、はい、やっぱキャッチャーが一人欲しいっていうのはわかるわ。わかると、わかるいうことで、じゃあどこのチームのどのキャッチャー、出た、予想すんの最近そのサムネ、ね、まあ、いや、こういうサムネを使うからさ、うん、またね言われるんだよ。言われる。そんなんで釣らなくてもいいだろうみたいなもう釣れるものは全部、いや、いや、釣ってるつもりはないんだよ、はい、スタッフこの野郎みたいなねスタッフがね、そうそうそう使ってるので、あのサムネは。というわけで、じゃあどのキャッチャーを中日は取りに行くかなと、ね、北から行くか、北すみません、普通セントパナ聞いたことありますけど、いや、北から行こうよ。わかりました。新しいだろう。新しいですね、方角から。はい、北から行ったら、はい、日本ハムから清水、うん、清水選手出して行きますか。いや、だって伏見も取ったし、はい、あの外国人取ったでしょ、旧アリエルね、はい、中日から、そうそうそう、はい、取ったでしょ、はい、で、宇佐美がいるでしょ、はい、宇佐美なんか、ももクロの高木さんが来たら、はい、新庄監督が教えてって、うん、絶対スタメンで使うからみたいな、はい、言われちゃったらさ、清水の出番どこにあるんだろうって。毎日ね、来たらそうそうそう、全試合っていうことになったら困っちゃうじゃん、はいはい、まあ、清水なんかは、やっぱこう、出番を与えてあげたいキャッチャーだしね、はい、まあ、強度の後輩っていうこともあって清水のことは気になってしょうがないのよ。そうですね。だから もしチャンスがあるんだったら、でも清水っていうのはやっぱある程度の実績というか、はい、あのも積んでるしね、うん、だから面白いなっていうふうに思うんだよね。お、うん、しかもパ・リーグなのでセットバックまたいいので、まあ、そうだな、うん、あるかもしれないですよね。だからトレードというよりも金銭でやってくれないかみたいなね。だからに中日もトレードっていうけど、やっぱ選手をもうこれ以上出すのはちょっと危険かもわからないから、はい、まあ金銭でどうかみたいなということですね、はいはい、じゃあ日本ハムでありえるとすると清水選手、キャッチャー、はい、さあ下がってきます。楽天はちょっといないな、うん、ちょっと経験不足っていうかね、はい、まあ、それだったらうちの子若手を育てるって言いそうな感じもするし、うん、でロッテ、はい、でロッテだと田村、うん、いや、ちょっと中ぶらになったんだけどもさ、はい、吉井監督っていうのはやっぱ田村の評価っていうのは、はい、そんなに俺は低くないと思うんだよね、うん、やっぱピッチャー目線で行くのと野手目線で行くのではやっぱちょっと違って、今度ピッチャー監督じゃない、だから田村の存在っていうのはすごく大きな存在として俺は考えてるんじゃないかなっていうような気がするんだよね。だからここら辺もちょっと厳しいな。松川が一本立ちしてればいいけど、まだちょっともう1年かかるでしょ、一本立ちっていうことを考えるとね。だからちょっとないけど、ロッテもないかなっていう。でも中日としてはもし田村選手をもらえるとならば欲しい存在ではありますよね。いやー、そりゃそうだよ。それはもう経験があるし、だから一生懸命やる子だしね。
田村なんかはもし声かけていい感触だったら、はい、まあ、交渉を進めるっていうような形じゃないの。そうですよね、うん、さあ次セーブ、セーブですね。あー、セーブはさ森が出てるから、はい、出せないよね。ここちょっと出せないですね、うん、ここは出せないし、うん、経験者という意味ではちょっと手薄かなっていう感じがするよね、うん、はい、で巨人、巨人、岸田明るいし面白いしねいやだから明るくするという面では、はい、ただキャッチャーとしての実績がちょっと木下の次っていうのはちょっと心もとないな。そうですね、うん、試合数なども考えるとこれもそうだな、うん、でヤクルト、はい、松本だから中村いて、はい、内山いて古賀いてみたいな。いやそしたらやっぱこう出られないよね。そうなってくると可能性はなくはないけど、やっぱ気になるのは若さだよ。そうですね、木下選手の次中堅ね。そうなんだよな、はい、だから、まあ、ここら辺での経験が足りないかなって言えば、うん、まあ、足りないかなって、うんうん、でも素材的にはものすごくいいキャッチャーだけどね、はい、うん、だからまあチャンスはなくはないけど、うん、まあ、立浪監督がやっぱある程度経験しててほしいという願いがあるんだったらちょっと外れるかなという感じですね。はい、で横浜、横浜峰が出ちゃったからね。そうなんですよね、ちょっと、うん、だからまあその伊藤戸柱、はい、で松尾ルーキー今度入ってくるね、まあ、この3枚体制かなみたいな。で山本っていうのがいるんだ、はい、これもちょっと出た時期があって、うん、まあ、ラミレス監督の時ちょっと使われたのかな。あ、結構、はい、まあ、ここら辺は面白いかもわかんない。じゃあ実績としてもあるし経験もですか。まあ、実績っていうほどの実績はないけども、はい、今のままだったら、はい、まあ、松尾も取ったし、うん、チャンスがなくなってるかなっていう、うん、まあ、そういうことからすると、まあ、可能性はなくない、まあ、今年の中日との DeNA と、はい、うん、そうですよ、あの何回もね、何回もあったからね、はい、だからまあそういう意味ではなきにしもあらずというね、うん、まあ、そういうこともあるよね、はい、でオリックス、はい、オリックスはやっぱり伏見が抜けてる分だけ、まあ、森は取ったといえ、うんうん、まあ、そんなに熱いわけではないからね、そこはね。で森っていうのは外国人次第ではあの DH に回る試合もあるだろうし、はい、だからまあそこら辺はちょっとキャッチャーは出しにくいかな、うん、ですね、そんな気します。で阪神はちょっといないな、はい、そうですね、いないですね、うん、まあ、いるにはいるにしても、うん、まあ、出せるっていう、そこまでの選手は、まあ、梅野と坂本軸となるのはね、まあ、だけどやっぱ出せないだろうな。ですよね、しかも木下選手の2番手になるぐらいのキャッチャーっていうことになるとやっぱ難しいですね。いや、まあ、2人だったら2番手とかいうよりも梅野がいったらレギュラー取るかもしれないし、はい、でも岡田監督は出さないよね、キャッチャーはね、まあ、出さないでしょう、ね、で広島磯村、そうなんですよね、それはねデイリーに持ってるんですけど新井監督が出すかな、どうですか、ここやっぱ坂倉選手をキャッチャーとして来シーズンっていうのを、まあ、相澤もいるしね、はい、で中村翔成とか、はい、まあ、ああいう若手が続くよね、はい、まあ、磯村そうだな、30歳、でも今年ちょっとパッと輝かしい活躍をしたけどもね、はい、うん、出番っていうことを考えると、まあ、チャンスかもわからないね、もし出してもらえれば。そうですよね、うん、で中京大中京なんでしょ、はい、で 地元だよな、はい、だからまあそういう意味では、まあ、縁はあるかもわからないよね、うん、でソフトバンク、はい、海野ああそうですね、まあ、峰井選手も来たし海野もねいいキャッチャーになると思うんだよね、うん、ただ若いというね、はい、まあ、そういうこともあるけども海野とかだったら、うん、あの子は経験させればさせるほど成長していくようなタイプのキャッチャーだと思う。はい、まあ、回も見て回を見てるし、で回出せない、まあ、ミネはもちろん出せない、FA で取ったしね。でやっぱ3番手に来るのが海野だったんだけど、はい、渡辺これをキャッチャーで育てるのかバッター1本で育てるのかっていうのが、うん、ソフトバンクは分からないけども、はい、やっぱキャッチャーであれだけのバッティングをされるっていうのは魅力だよね、うん、そうですね、いやあの打ち方は素晴らしい打ち方してるし、いや出してもいいよ、だから借りればいいんだよね、あレンタルで、ね、そうちょっと貸してくれないかみたいなね、うんうん、まあ、ただ実績という意味ではキャッチャーとしての実績という意味ではないしね、うんうん、だからまあこう考えていくと、はい、一番いいのは俺は清水かなと思う、うん、まあそうですね、セ・リーグじゃなくてパ・リーグだし、まあ、キャッチャーは出しやすいんじゃないか、まあうん、まあ、田村も出せるんだったら、うん、田村いいよって言うんだったら、はい、まあ、田村だし、うん、でもその田村は俺出さないと思ってるから清水、は
が有力なんじゃないか、こう消去法でいくと。そうだね、うん、他は現実味がそんなにないし、やっぱセリーグセリーグはちょっと厳しいですね。まあ、まあ、まあそれでもいいんだけどもさ、うん、ただやっぱりこう立浪監督が描いてるある程度の実績があって、すぐパッと使ってもゲームをこう形づけてくれるというようなキャッチャーって考えると、バーッと思い出した中でやっぱり清水かなと思うよね、うん。あとはね、実績が少し足りなかったりだとか、はい、やっぱ経験不足だとか、うん、まあ、そういうことがあるからね。そうですよね。であんまり若いキャッチャーも出したくないだろうしさ、うん、だから松本ってヤクルトは挙げたけども、はい、分からないからね、競争、うん、もう負けたっていう体で話してるかも分からないけど、はい、ここからガーンと伸びて松本が中村の2番手になる可能性だってあるわけだからさ、はい、これはやっぱこう出しにくいしな。あの自球団のキャッチャーを同じ遠いリーグの滋賀チームにキャッチャーとして出すっていうのはなかなかやっぱり渋ります。これはね、はい、でもね、レギュラーだったら渋るかもわかんないよ、もちろん多分そういうことはないと思うけども、はい、まあ、2番手3番手だったら、うん、まあ、さほどデータも頭に入ってるけども、うん、はい、まあ、そこまで経験というデータが入ってない分だけ、うん、まあ、出しやすいよね。あ、うん、だからなかなか難しいけども、でも中日がね、立浪、はい、監督が、まあ、2番手のキャッチャーが欲しいっていうのはもうすごい痛いほどわかるわ。あ、そうですね、あ、やっぱりキャッチャーというのは全試合というよりも多少休みを与えてあげないと頭がフリーズする時があるからね、キャッチャーってやっぱものすごい考えてる量っていうのは、まあ、野球やってる中では一番多い、たくさん頭の中に入ってるのがキャッチャーだから、はい、だからフリーズする時もあるだろうし、うん、まあ、そしたらちょっと休みを与えてやらないと、うん、ちょっといっぱいいっぱいになるポジションだから、やっぱり2番手っていうのは大事だな。そうなんですよ、今年はその立浪監督は中日をこう若返らせるために、ああ、まあ、阿部選手、京田選手を出して、はい、もうこう自分を追い込むような感じっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、ただキャッチャーはそうではないってことですね。キャッチャーはやっぱり経験がいるよ。あ、うん、いろんな洞察力だとか、まあ、観察もしていかなきゃいけないし、まあ、やっぱこうバッターの特徴、ピッチャーの特徴、まあ、いろんなことを合わせて一つのサインが出てくるわけだから、はい、だからやっぱ経験は必要だな。そこは勢いだけではいけないよ、なかなかね。あ、でもここに来てキャッチャーって言ってるってことは、もう石橋選手はもう手術もオフしてるので、その開幕間に合わないのは分かっていったということは、もうちょっと前から本来はキャッチャーでもどっかとトレードって交渉はやってきてたのかもしれない、ね、多分やってきてると思うよ、水面下でね。まあ、だけどやっぱこうやってパッとこう出すことによって、まあ他球団が振り向いてくれるかっていうね、まあそういうことも含めてこう記事になってるんだと思うけどもね。これは年内までに決着つきそうですか、それともちょっと年またぎそうですか。いやー、もう年の瀬だよ、言っても。いや、もうそうなんですよ、本当に。まあでも理想は早く落ち着かしたいよな。はい、でもう全て来期に向かうことは今年で終わらせて、はい、まあ、新年を迎えてやばい始動を始めるという、うん、でも来年になってもこうガタ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 っていうのはちょっとやっぱり落ち着かないよね。そうですね、特にキャッチャーのポジションってなってくると、うん、そうだな、はい、あのいる選手で何とかしようと思えば、はい、それは何とかなるんだろうけどもさ、うん、やっぱ立浪監督がオフから海外飛んで外国人と交渉してきてあるだとか見てきたりだとかね、まあ、そういう動きを見るとトレードも活発にやった、もう来期にかける姿勢っていうのはもう見えてるから、だからまあ早く落ち着いて2023年を迎えて、はい、うん、まあ、いいスタートを切ってほしいと思うけどね。そうですね。さあ、速報おじさんが出るか年内に、それとも年明け出るか。ちょっとねバタバタ俺もするんで、はい、だから速報も中日だけじゃなくて、いや速報もバタバタしたところから取るかもわからないけど、ね、なんかちょっと臨場感ありますね。そうだね、うん、はい、速報おじさん頑張ってます、待ってます、はい、はい。